デハビランドカナダ DHC-8 デハビランドカナダ DHC-8 は1980年代初頭にカナダのデハビランドカナダ社が開発した創発ターボプロップ旅客機である1992年にデハビランドカナダ社はボンバルディアエアロスペース社に買収されたが DHC-8 の生産は続けられたただし DHC-8 の名称は ダッシュ8、ダーシュ8に変更された。また、1996年以降のものについては、騒音、振動抑制装置が装備された、低騒音型として、旧シリーズという名称に、再び変更され現在に至っている。総生産機数は800機以上である。日本の航空会社では、マイナス100、マイナス200が、 コミューター路線の大型化により1990年代後半から、また、Q300、Q400 が YS-11 の後継機として2003年より、地方路線を中心に運用されている。世界初のジェット旅客機であるコメットの製造会社として、欧米で最も長い歴史を持つ、デハビランドエアクラフトのカナダ司会社、デ、ハビランドカナダが開発した。前作、 DHC-7 はコミューター機として開発されたものであり、50名ほどを搭載できる機体のサイズや、余圧された客室、強力なエストール性能を有しながら、騒音軽減が考慮されるなど市場に向いた設計あった。しかし48機であったため、ほどなく登場した総発コミューター機と比べ価格や、整備費の面で不利となり、総生産数は113機で終わり、 ビジネスとしては不審に終わった。顧客からは DHC-7 の性能でより経済的な期待が求められた。デファビランドカナダは改良型である DHC-7 から200の開発を予定していたが、取りやめとなり1979年に DHC-8 として開発計画が公けされた。1980年代からカナダ政府は デファビランドカナダを国有化した後ボーイングに売却、さらにボンバルディア・エアロスペースに売却されるなど、会社再編が進行していたが、計画は、続行さ、1983年7月20日に、初飛行した。デファビランドカナダの生産後、形式証明は、ボンバルディア・エアロスペースが取得し、改良系を生産している、工術が、生産が終了していた。 DHC-8 以前の機種に関する権利は、バイキングへに売却された。大まかな機体形状は、DHC-7 を踏襲し、主翼は直線翼で、高翼配置である。主脚は、エンジンナセル後部に収納される。全幅は、DHC-7 の28.35メートルに、対し、25.58メートルとやや小さくなっており、 コックピット周辺の形状も段差のないものに変更された。コミューター機としてエストール性能を重視し、前円フラップはないが二重隙間フラップを装しており、これは翼服の80%に達している。エンジンはターボプロップエンジンの総発である。DHC-7 は PT-6、1100、軸張機4発であったが、DHC-8 は、 フラットホイットニーカ車社製 PW1202000 バリー機機搭載に変更されている。尾翼は T1 尾翼で垂直安定板は前方にフィン、ドーサル、フィンが伸ばされているなど大きなものである。方向ダー二重品知式であり操縦性を高めている。客室は余圧されている。DHC-8 にはいくつかのバリエーションがある。シリーズは DHC-8 をもとにボンバルディア、エアロスペースが改良を及び生産した派生型であり、1996年第二四半期以降に生産が開始された。現行機、クワイエットによる新規発注によって、同社をローンチカスタマーとして製造が開始された DHC-9400cc、貨物容量増加型改良機が生産開始された。 コックピットの景気類も改められている。三菱重工業がリスクシェアリングパートナーとして開発に参加し、中道、五道、垂直尾翼、水平尾翼、昇降打、方向打、ドアなど全体の半分近くの設計、製造を行っている。三菱グループは製造協力を行っており、2015年の MRJ による YS-11 以来の 日本製機材での初飛行につながった。かつて日本の日本航空機製造が製造したターボプロッププロペラ機 YS-11 より少し大きな機体で効率の良い6枚ブレードのプロペラを装備して比較的低回転数リリーク時 1020rpm、巡航時 850rpm で所要の出力を発揮する。また、巡航速度は 時速 700km 弱とターボプロップ旅客機としては比較的高速である。主な競合機である ATR-72 と比較すると巡航速度、航続距離、座席数の点などで優れている。その分着陸滑走距離が 1200m では運用制限がかかる。Q400cc は Q400 と比較して貨物スペースを2.5倍に拡張する一方、 座席数は74席、ジャック運行機の座席数から、ラックの q 3 0 0と同数の50席に減少させている。騒音や振動や対策としては、1988年から研究が進められ Q シリーズに採用されたものとして、機内のマイクロフォンが騒音を拾い、そのデータをもとに、能動的に騒音と振動を緩和させる装置、NVS がある。また同シリーズでは、 吸音素材も導入し、反響を抑えるための構造の改善など設計から見直した。その結果、平均騒音値は 75.1dBa まで下がり、航空飛行時の小型ジェット旅客機のボンバルディア CRJ が発する騒音値よりも低いものとなった。日本では YS-11 が長年にわたり地方路線で活躍していたが、航空法の改正で、 空中衝突防止装置 TCS の設置が義務付けられたことにより能力的に同期の後継機種として導入が行われた2003年に日本エアコミューターが運行を開始その後エア日本ネットワークエアーセントラルも運行を開始したなお日本エアコミューターでは就航空港の滑走路長により ATR42 から00の導入及び j r へのエンブライル170.190の導入とそれに伴うジャックから j r への路線移管に伴い順次退役が進行しており2018年11月30日をもって前期退役予定琉球エアーコミューターではこれまで運行してきた900、9300の代替として 9400cc を導入し2018年1月までに 在来の9 0 0 9 3 0 0をすべて退役させた。9 4 0 0 c c の導入の理由はこれまで運行してきた機材の老朽化に加えて離島路線の貨物輸送力を増強してほしいという地域からの要望に応えるためであった。2013年に那覇久米島線の一部石垣与那国線を JT からラックへ移管した際、これまでのボーイング737から 900-9300へ変更したことにより、貨物輸送力の減少が問題となっていた。特に、与那国町では特産であるカジキの積載数が減少することから、当時問題視されていた。9 4 0 0 c c への機材更新により、この問題の解決を図り、離島路線の貨物輸送力増強が図られることとなった。カナダをはじめ、アメリカ。 オーストラリアやオランダの海外領土など軍隊に限らず警備隊でも採用されている。Q200、Q300、Q400 それぞれのデータはボンバルディア社のホームページに準拠する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。